はい、皆さん、毎度毎度。はい、コメント返しね、M 先生ね、高い方に来る変異体の毛は、中を根元付近から均一についたら表面の毛を押し上げて跳ねて出てきたり。まあ、これはね、多分 10% ジェニング使ってる人だから使い方わかってるんだけど出てきちゃうんだろうな。まあ、どんな毛質かちょっとわかんないからね。鬼風呂から 10% ジェニングで細かく入れるしかないのか。まあ、細かく入れてるんでしょ？まあ、使い方知って、ゴーもタモもね、散々経験してんだから、使い方には間違いはないと思うんだよね。隣のスタイリストは 10% を1ミリピッチで根元からしこたま入れてる。 10% の場合はね、粗く入れても細かく入れてもね、まあ、どういう切り方してんのかね。隣のスタイリストね、薄いスライスやって何回も何回もやってんのか知んないしね、分厚く取ったって一緒だしね。まあな、髪の毛多い人、変態も多分 10% セニング、クソ細かく入れるしかないのか。まあ、10% でクソ細かく入れるのは基本だからね。その辺は手抜きってのはできないよね。まあ多分ちゃんとやってるんだと思うけどね。鬼風呂をしないと形にならない毛って犯罪だと思う。確かにさ、簡単な頭だとさ、もうセニングしなくてもさ、ただ一発で切っただけでさ、内巻きになってさ、襟足バリカンでチッチッってやるだけで内巻きになっちゃうような人もいるしね。おばちゃんカットなんかね。でもさ、今時、鬼風呂ってさ、鬼風呂するってね、偉いよね。もううちなんか鬼風呂なんかしないよ。うちの基本はさ、カットドライだから、ブルー入ってないから。まあそういう人来たら軽く乾かして、うん、で終わりだね。で、うちはさ、シャンプーしないから、多分ね、うまくいくんだと思う。お客さんが家で何か塗ったくってきたまんま、そのまま切っちゃうじゃない？だそのまま落ち着いたまんま返しちゃうんだよね。それに関しては、M 先生も前回あたり言ってたよね。シャンプーしないと成功するって。もしかしたらそこかもしんないね。お客様が一番いい状態でなんか来てるっつの？お店に何かヘアクリームかなんか塗ってセットして。で、その状態で着るのが無難なんかもしんないやね。それとね、うちのお客様は何歳ぐらいだろうな、年齢。40歳ぐらいかな。普段はね、シャンプーしないでただ切って帰るだけ。もう来て座ってちょっと濡らして切って終わりみたいな。ほんで、ヘアカラーするときはヘアカラー最初にすると調子悪いと。で、最初に切ってからヘアカラーして、ボサボサでふんわりした状態で、自分はそのふんわりした状態好きなんだけどね。やっぱりお客さんは自分は嫌いみたいね。潰した頭じゃないとね。今度ね、聞いてみるけどね、そのお客様にね、シャンプーカットってどうってね。で、よその店行くと大体シャンプーカットじゃない。多分、自分でセットしてたヘアクリームとかなんかを引っ張かされた状態で、カットするからね。やっぱり普段と違う感じっていうか掴めないっていうかね、僕の頭にカットされないっていうかね、ふわっとしてるとさ、油分が抜けてふわっとしてると軽く見えるからね、そんなにすく気分じゃないんだよね。で、ベタっとしてるとね、ヘアクリームつけてね、手ぐしを入れた時の重さを感じるっていうのかな、その感じで、ここが分厚いからここもうちょっと空いてとかって、そんな感じのカットになるのかな、ちょっとよくわかんないけどね。まだこの案件に関してはね、ちょっと研究していきたいなと思うね。まあでも普通の店はカットしてからシャンプーするのかな。まあシャンプーしてからカットする。まあそれで別に問題なければね。まあ問題ないくそういうお客様が来るしね。それで嫌なお客様ってのは予想いっちゃうわけだから結局ね。わかんないんだよね。どっちが正解かはね。変態も変異体はもうカットセニングやるとその後ブロー塩が伸びません。癖っ気なんだ変異体。もう変異体はさ、そのまま切っちゃったらいいんじゃない？お客様が来る。いらっしゃいませ。はい。セット椅子にどうぞ。もう、そんで、クロスかけて、もうカット開始と。水もそんなふっかけない。でさ、カット終わってからさ、シャンプーしますかって聞く。多分ね、そういう人ってね、シャンプーしなくていいって言うよ。したらね、うちみたいに軽くね、スケルトンでね、さあさあってね、ブローもどきでね、毛飛ばして終わり。いや、この問題はね、実際さ、髪の毛が多くて変態毛の美容師さん、こういう方の方がよく分かってるかもしれない。自分の毛がそうだと。まあ、女性の方でね、40代前後でね、変態も、もうとにかく癖っ毛で爆発ね、シャンプーするともっさり膨らんじゃう。まあ、そういう方はね、どういうカットのされ方が好きなのかね、どういうブローのされ方が好きなのかね、美容室でね。そういうの、結構ね、そういう、ね、美容師さんがいればいいんだけどね、このリスナーにね。だからね、うちのお客様ね、一人ね、ヘアクリーム塗ってくる人。もうその人はもうただ切って、近所なんだから、ね、家がね。あんまり気にしてねえのかなと思ったら、もっと違う理由があったね。ヘアクリーム塗ったまんま切ってもらいたいっていう人がね、いるにはいるんだよ。これはね、ちょっとね、なんかこう、MO 先生のコメントね、見ながらね、何かそうだったのかってなんか気がついたね。はい、お疲れ様でした。
そんでさ、MO 先生さ、その変態ものお客さんって MO 先生のお客様なの？で、定期的に来て悩ましてくれんのかい？